1屋内越冬水槽にも光を届けた。鏡を使いました。2電気を使わない保温水槽の魅力と謎。断熱効果とこれは未確認。ここは室内の明るいサンルーム内です。この強い光は、今回は時々この強い日差しもあるメダカの越冬です。置き場が棚の下なので、もう少し明るくしておきたいのです。メダカにも水草にも日光は必要ですから、春までには5ヶ月余りもあります。長いですね。願いは元気なメダカたちを無事越冬することです。温度差の少ないサンルームの床に水槽を置きました。鏡です。この鏡に光が当たり、鏡が光を反射して明るく水面を照らすのです。少しでも明るく水面を照らすように、アルミホイールを壁面や天井に貼りました。これだけでもわずか明るくなりました。この鏡はワンポイントを照らします。屋外保温水槽です。今回のラスト映像は謎の油膜です。よろしくお願いします。餌だよ。ここには今年孵化して大きくなった3色メダカたちがいます。健康状態もチェックします。天気が良くなる日中は蓋を少し開けて水温上昇を防ぎます。7つある屋外水槽は、すべて保温性のある断熱材を巻いてあります。北側水槽は、10月3日より水温が20度を切って17日目です。今朝の水温は18度でした。ここの水温は 23.5 度で暖かい。朝夕の温度差は3度以内です。この水温が20度を切ったら、ビニールシートをかけて二重保温にします。天気が良くなる日中は、蓋を少し開けて、水温上昇と寒暖の差を防ぎます。
驚かせてしまったようです。出迎えてくれません？餌だよ。ここの水温も 23.5 度です。朝夕の温度差は4度ほどです。保温効果も確かにあります。保温効果はメダカの寒い越冬期間を短くします。ここでは真冬でも餌を食べにやってきます。これが私の一番の気がかりな点なんです。寿命に関係しないのか。今年6月20日に2度目の稚魚を育てていた発泡水槽です。ここの水温は25度です。朝夕の温度差は0から4度ほどです。保温効果は確かにあります。餌もよく食べ、泳ぎもよしです。8倍速。繁殖。初めての3色メダカ飼育でしたが、黒メダカよりも成長は早いようです。蓋は飼育水の急上昇を防ぐためお天気の時は少し開けておきます。メダカチャンネルファンの皆さん、最後までご覧いただきありがとうございます。この動画、お役に立ちましたら、ぜひチャンネル登録、評価ボタンよろしくお願いいたします。では、次回もよろしくお願いいたします。油膜の顕微鏡映像です。